財布を忘れちゃったので、この裏券で駐車料金払って。今日は伊吹山に登ろうと思います。今日の天気はすごい。それでは行きます。今から登山届けを買って登ります。ちょっと初めて。標高420メートルから1300まで、頂上まで6000メートル頑張っていきます。スタートから険しい道のりが始まっちゃった。これいけるかな。暑いっすね。耳が鳴いてって感じで、あー疲れた。やっと着いたぞ。ここどこまで着いた。これ1合目まだ1合目これは無理だな今日。はい、ここ休憩所到着。早速1合目で休憩のカルピス。今年初のカルピス。やっときました、2合目。頂上まで4キロ。だいぶあるな。1.7 キロか。こう、来ました。はい、到着。3合目。420メートル。2.4 キロ。あと 3.6 キロ。まだだいぶありますね。よし、ちょっと休憩したら先行きますか。3合目まで来ました。720メートル。これ30分で5合目。ゴールはまだまだ先です。行けますかね。とりあえず行きます。あれ、ちょっとしか行ってないけど4合目ですね。なんか意外と行ってるかも。よし、待てていくか。よし、兄ちゃんもなくなってきて、やばい。これ助かるな。ここはメタンの麦茶、これしかないでしょ。行きましょう。ないけど、あれ金だって。これのおかげで元気が出ました。山頂まで 1.9 6合目標高990メートル。そちらの景色が
頂上でと思ってました。さらつくくと思うんで頑張ります。まだ食べます。7合目もうちょい8、90頑張るぜ。ひたすらこの道が続く。ひたすら上がる。ひたすら行くしかない。よし、8合目です。8合目。ちょっとこのままでくりゃもういけるでしょう。はい、疲れた。はあ、疲れた。8号目からあと2号、ここが頂上だ。頑張りますよ。それでは行きます。ようやく山頂見えてきました。しかしなんか雲出てきてなんか景色見えなくなっちゃいましたね。とりあえず山頂の記念写真を撮ってきます。じゃあ判定をさせてもらって、登頂しました。登頂予約。でも天気がこんな感じで残念な展開です。まあ、ちょっと休憩してご飯食べてドローン飛ばしたらやってきます。それではこの天気でせっかくドローンもできて撮ろうと思いましたけど無駄ですね。これ諦めましょう。それで2時間で帰れるそうなんで、頑張って帰ります。意外と帰りは行けそうな気がします。